そして県内では備えの動きも広がっています。こちらです。ああ、防災バッグに下には突っ張り棒もありますね、はい、ニュースを見てですね、防災の意識が高まっているのを非常に売り場で感じております。改めて、お客様自身が備蓄商品の見直しというのを行っているようでして、長期間保存可能な商品の売れ行きが大変伸びております。こちらの店舗では火や電気を使わず水を入れるだけで食べられるアルファ米や温めなどの必要がないお惣菜などの保存食の売り上げが地震発生前に比べて3倍になっているということです。また能登半島地震以降、携帯用トイレについての問い合わせが増えているといいます。これまではどちらかというとゴールデンウィークの渋滞対応としてよくお求めいただく商品だったんですけれども、今回は災害用という形で非常に売れております。今回の地震では多くの地域で断水が発生し、トイレが使えない状況が相次いでいて、こちらの店では組み立て式の簡易トイレや凝固剤がついた非常用袋のニーズが高まっているといいます。他にもスリッパや懐中電灯、防寒用のアルミブランケットなどが入った防災バッグは軽量化していて、年配の方でも持ち出しやすいタイプのものが増えているということです。一家に一袋ではなくて、一人に一袋備えであった方が良いかと思います。